こんにちは。静岡県三島市の浮気調査ができる探偵事務所を探していますかこの動画では、静岡県三島市の浮気調査ができる探偵事務所を見分ける方法についてお話をしています。浮気調査ができる探偵事務所の選び方、ポイントはこの3つです。1つは料金が明瞭であること。2つ目が対応が親切であること。3つ目が自宅に近いエリアにあるということです。一つずつ説明をしていきます。 まず、料金が明瞭ということですが、今、探偵事務所では、主に3つのパターンで料金設定をしていることが多いです。1つが時間料金型。これは、調査の期間が数時間や数日間で終わる。つまり、調査対象者である配偶者の行動パターンが分かっているという方におすすめです。2つ目がパック型。これは、調査期間が長期間に及ぶ。 つまり配偶者の行動パターンがいまいちわからないという方におすすめです。3つ目が成功報酬型ですが、これはちょっと注意が必要です。対応が親切ということですが、この場合の親切というのは、こちらの話をよく聞いて情報を多く仕入れようとしてくれる、そういった探偵事務所を親切と言います。 自宅に近いエリアにあるということですが、自宅から遠い探偵事務所を選ぶといろんな費用が加算できます。よくあるトラブルをご紹介します。料金設定が明瞭でない探偵事務所は追加料金が次々とかかることがあります。例えば、浮気証拠の写真台いくらというふうにかかってきます。成功報酬型についてですが、成功報酬型というのは、 もし浮気証拠の写真が撮れない時には料金をいただきませんというようなことを謳っているものです。これ一見いいように思えるのですが、やはり探偵事務所もボランティアでやっているわけではありませんので、何らかの対価を要求してきます。基本料金を設定していることが多いですが、中には浮気をしていないのが証拠。 つまり、あなたの配偶者は浮気をしていないということが分かりました。これは証拠と言えるので、成功報酬をくださいと言ってくることがあります。ところが、よく調べてみると、配偶者は浮気をしていたというケースがあるので注意が必要です。話を受け流す探偵事務所というのは、いい加減な調査をすることが多いです。情報を詳しく仕入れていませんので、 いい加減な調査をした挙句、こちらが思うような調査結果を得られないということがあります。自宅から遠い探偵事務所に依頼をすると、交通費や宿泊費等がかかります。結果として調査代金が高額になってしまうということがあります。また土地勘がありませんので、詳しい調査をしにくいというデメリットもあります。 もっと詳しく知りたい方は、より深い内容を別の動画でご紹介していますので、今すぐ概要欄をご覧ください。